はい、ワン、ツー、スリー、ゴー。はい、いかがでしょう大丈夫ですか？濡れませんでしたか？はい、浮きましたね。はい、ここから船に変わりますね。はい、ではシートベルトの方は外してください。いざという時に脱出できませんね。はい、そういうことですね。はい、大丈夫ですか？必ず外してくださいねではね、こちらからね、遊覧になります。大丈夫ですか？はい、あ、そうですか。どうしましょうね、バックしてね。ではね、こちら遊覧に入らさせていただきますが、お写真撮られる方出歩きますとね、片方に重心が取られますので、沈没する恐れがございますので、出歩かないように私の方に手を挙げていただければお撮りしますので、ぜひね、遠慮なくお申し付けくださいね。出歩かないようにお願いいたします。ではね、遊覧の方スタートいたします。こちら川事故と言いますね。別名八潮湖と言いまして、栃木県の県花でございます八潮ツツジが5月中旬になりますと咲き乱れることから、八潮湖という、ね、名前が付けられております。でこちらの、ね、ダム湖の水、栃木県宇都宮市、千葉県の方に主に生活用水、工業用水、農業用水として使われております。大切な、ね、水でございます。また皆さんが行ってこられました川地ダムね、アーチ式のダムとしては日本で4番目の高さを誇っております。一番高いね、アーチ式のダム、黒部ダムというね、立派なダム、皆さんご存知かと思いますが、2番目には広島県の温井ダム、3番目には長野県の長和戸ダムというアーチ式のダム並んでおります。こちらが4番目の高さの川地ダムというね、140メーターということでね、皆さん高さ60メーターのところをね、歩いてきていただきました。総工費773億円がかけれまして、昭和58年に完成されたダムとしております。またこのダム湖の中にはたくさんの魚が生息しているということで、イワナ、ヤマメ、カジカ、ウグイ、または鯉などがいるということでございますので、時と場合によりますとね、水面の方に泳いできてね、皆様にご挨拶するかもしれませんのでね、ちょっと顔をね、覗かせていただければ、結構ね、大きな魚ですのでね、目につくかと思いますね。どうぞね、見ていただければと思います。はい、ダメなんです、釣りはね。やはりね、大きいお魚と聞くとね。